済んだです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今やとサロン映像提供者ステッカーをいただきましたけどもね。ありがとうございます。こんなん、何度あっても良いですからね。煽り運転撃退に一番良いですからね。ね、ありがたいですよ。本当にね。入れておきましょう。言うとりますけどもね。いきなりですけどね、うちのおかんがね、新しいスクーター買いたい言うてるんやけど。あ、そうなんや。その名前をちょっと忘れたらしくてね。スクーターの名前忘れてもうて、どうなってんねそれ。でまあいろいろ聞くんやけどな、全然わからへんねんな。わからへんの？いや、ほな俺がね、おかんの好きなスクーター。ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴言うてたかってのを教えてみてよ。まずな、川崎モータースフィリピンが発表したやつやねん。川崎モータースフィリピン？それはもうブルスキー125やないかい。ブルスキー125な。すぐわかったやん。こんなんも。俺もブルスキー125と思ってんけどな。いや、そうやろ。お考え言うには、男川崎はスクーター作らないって言うねんな。あ、ほなブルスキー125と違うか。川崎がスクーター販売するわけないもんね。そやろ。川崎はね、重工業って名乗っているからスクーターは販売しないのよあれ。そうやんな。川崎側もね、今さらスクーター作りましたと言うと恥ずかしいのよあれ。そやねんそやねん。川崎ってそういうもんやから。ブルスキー125ちゃうがなそれ。もうちょっと詳しく教えてくれる？マレーシアのモデナス社とのコラボレーションで生まれたらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい。お考え言うには、川崎は OEM のような小銭稼ぎはしないって言うねんな。ほなブルスキー125と違うか。川崎といえば大型車、船舶や航空機を作ってる会社が。ちまちまスクーター OEM 販売するわけないもんね。そやろ。新車19万円で買えるらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい。お考え言うには、川崎は鈴木と違って安いバイクは作らないって言うねんな。ほなブルスキー125と違うか。川崎といえば色を変えただけで毎年値上げする会社だから、ディオ110より安いスクーター販売するわけないもんね。そやろ、ライム先輩に怒られるよ、ほんま。他に何か特徴あるんか？排気量 125cc の空冷単気筒エンジンを搭載してるらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい、他には？デイタイムランニングライトを搭載した LED ヘッドライトがついてるらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい、他には？大容量の 5.1 リットル燃料タンクや USB ポート、14リットルのシートしたスペースもあるらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい、他には？カラーはミスティックレッド、アクアブルー、ダッチェスゴールドの3色があるらしいねん。それはもうブルスキー125やないかい。おかん、それブルスキー125やで。いや、おかんが言うにはブルスキー125ちゃうって言うねん。ほなブルスキー125ちゃうやないかい。おかんはブルスキー125ではないと言うんやから、ブルスキー125ちゃうがな。そやねん。先言えよ、川崎を擁護している時どう思っててんお前。申し訳ないよ。だからほんまにわからへんがな、これどうなってんねん。もうで、おとんが言うにはな、おとんエプシロン150ちゃうかって言うねん。いや絶対ちゃうやろ、もうええわ。ありがとうございました。全長1890、全幅670、全高1120、軸距1250、最低地上高120。ブレイフオスト SOHC 短気筒 125cc、 9.5PS、 7500rpm、 10Nm、 6000rpm、 重量 108kg、 シート高 770mm、 タンク容量 5.1 リットル、タイヤ、フロント80、90、14、
リア909014、色ミスティックレッドアクアブルーダッチェスゴールドの3色、価格75,000フィリピンペソ、日本円約19万円。結論、2024年9月川崎モータースフィリピンはモデナス社との OEM により元モデルカリスマ 125S をブルスキー125として 75,000 ペソ、日本円約19万円で販売。最後に、ハーレーが350を作り、トライアンフが400を作る時代、川崎がスクーターを作っても良いという考えもあるが、男川崎が OEM スクーターってブランドイメージ壊しそう。一時鈴木と川崎3位4位連合で総合 OEM をやっていたが、結果的にうまく売り上げに結びつかなかった。川崎初めてのスクーターはキムコ OEM の J300、 イギリスでは4,899ポンド、日本円で約925,000円という高級スクーターとなっている。ブルスキー125に J125、 そして J300、 どれも海外販売のみで、日本での川崎スクーターは販売されていない。川崎はビクスクの噂があるが、個人的にはネオクラ400を出してほしい。これからもいろいろなオートバイ関連情報を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。